ものの生態についてお勉強している昨今のこのニュースターツボなんですけれども、はい、蛇の生態昨日からやってますね。その続きいきましょう、うん、昨日はね、毒蛇、まあ、そう蛇ってそもそもね生物学的にどうだとか、うん、それから、もうちょっと細かく蛇足がないのがなぜかとか耳はどうなってるのかなんてやりましたけど、その説は納得できませんでしたよね。死ねんねんねんで、そうエリアン土の中にずっといたんで地上に出てきた、はい、出てきたら出てきたで手足生えてこんかいと思うし、で土の中におるモグラなんかな手足ないのかって、そうそうそうね、うん、どうなっとんねん。まあ学者たちの間でも諸説あるので、はい、これだいう決め手はないみたいなんです、ね。みたいですか。はいはい。え、で、続きいきます。はい、じゃあね、蛇の目ってどうなってるのという。蛇の目。じーっと見てみたことありますか。見つめ合ったこと。見つめ合ったことないですが、丸い感じですよね。切れ長のこういうじゃなくて丸い目してますよ。意外に可愛い顔してるかななんていう。はい。はい、まあ蛇にもよるのかもしれませんけれども。はい、蛇の目っていうのは、まぶたがないんだそうです。だから、瞬きしないんですね。うわ、辛いやろうな。だからないから別に。別にいいの？はい、別にいい。表面乾いてしまう。開いたまんまの状態になってしるということですね。なんでやろ、土の中で、土に、目が、それでや、土がわーっと目に入るもんやから、もうこんなとこおれーんって地上に出てきたわけや。でも、鱗の変化した透明なメガネと呼ばれるものに覆われてるいうことですから、あ、そうまあ、目に直接当たってないんじゃないですか。それが理由で出てきたわけじゃないですね、地上にね。失礼いたしました。はい、視野はだいたい60度ぐらい、前方60度ぐらいいうことですか。うんうん、結構狭い、うん、うんうん、でも、まあ、近くはよく見えているというふうに考えられてます。というのは、まあ、餌を取るときなんかとか、攻撃するときにはとても素早いのでね、はいはい、ちゃんと近くは見えてるんじゃないかというふうに言われてます。で、蛇の種類によっては、全部の蛇っていうわけじゃないんですけど、種類によっては、目と鼻の穴の間、目と鼻の間ぐらいのところに、ピット器官って言われる機能があって、で、赤外線センサーのようになっているところなんですって。で、このピット器官でわずかな熱を感じ取ることができるので、うん、ネズミや鳥など生きたその温血、あったかい動物ね、温血動物をより正確に捉えることができる。この目と鼻の間で熱を感知して、動物をパッと捕まえてると。へぇ、多分ピットさんという人がこれ発見したんですよね。ピットさんが。あ、多分、ボーマンという人が、ボーマン脳というのがいろいろ。ランゲルハンスさんがランゲルハンス島というのを名付けたようにピットさんでしょ、きっとこれは。ピット動くからかじゃないの？その動きから来たわけよ。ピット動いて、あそこに、あ、獲物だ、ピット。ピット動けるための機関、ピット機関かもしれない。ほんなら、このピット全部カタカナではなくて、ピッツーまではカタカナで、トはひらがなにしてほしいですよ、それは。はい。ね、その説は間違いです。坪井さん説で言うと、この機関を見つけたのはヤコブソンさんなのかな。ヤコブソン機関っていう機関もあるんです、テレビには。それはもちろん、ヤコブさん。ヤコブさんじゃない、ヤコブソン。ヤコブソンさん。これね、はい、ラクダの仲間なんですね。フタコブラクダがありますでしょ。コブ。ヤコブラクダいうのがあと8つコブがあるのを発見したヤコブソン。ヘビにもじゃあ8つコブがあるの？ない。ヤコブソン器官はそうじゃないです。あ、何？どこにあるかと言いますと、はい、口の中にあります。ほう。別にコブコブじゃないよ。はいはい、ヤコブ。これ何かと言いますと、はい、あのね、下に、うん、まず行きますと、舌をちょろちょろヘビって出してるでしょ、はい、あれね、ベロって、うん、鼻の役目もヘビはしてるみたいで、はい。あそこで、舌で、ちょろちょろこう出すことによって、空気中の匂いや味を捉えてるんですって。で、口の中に今、ヤコブソン器官っていうのがあるよって言ったでしょ、うんうん、その口の中のヤコブソン器官っていうのに送って、その情報を。うん、で、その、こう匂いなんかを判断してるという。ベロっていうのは味だけじゃなくて、うん、味ももちろん捉えてるんですけど、うん、あそこで匂いも捉えてるんです。しゃって。で、ちなみにこのヤコブソン器官って、すごい不思議な器官、ヘビにはあるんだって言いますけど、うん、哺乳類なんかも持ってるんですって。ただ、ほとんどの種類で退化してしまっているという器官がヤコブソン器官。オスがメスの性フェロモンを感知することに役立っていると言われている。人間も退化せん方がよかったや。ベロンチョ。
ペロ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 してるやろな。こういうなんか、ナンパ通りとかいうとこ歩くと、ペロ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 。このフェロモン嫌。このフェロモン好き。ペロペロペロ。何をやったんだ。何あんた、放送つけてください。僕はこのにやかし役は僕ですので、進行はきちんとして。ペロペロがどうな止まるね、放送の進行が。ちなみに、はい、ヤコブソン機関っていうのは、うん、口の中にも、だから鼻の穴があるような、いわゆるそういうことなので、うん、それに対応してまして、うん、この蛇の舌も、そう言われてみればそういう風な、覚えがあるなと思うけど、先っぽが2つに分かれていますよね。人間だって鼻の穴が2つありますから、うん、匂いを嗅くときには2つのこの入り口が必要なわけでしょ、知ったら。その2つあることによって、はい、匂いを立体的に感知できるようになってるんですって。はぁ、あ。はぁ、あ。退化してほしなかった。退化してほしなかった。ペロペロ、ちょっと今、ペロンチョ分かれてないからできんね。できん。できん、ね。できんけど。これはまたね、はい、やっぱ、タイカーだね、これね。うん、進化なのか、タイカーなのかよくわかりませんけれどもね。はい、じゃあ、蛇に骨はあるんでしょうか、うん、骨はある、そら。あります。骨ある。はい。背骨が、尾っぽの先まで、うん、だから背骨って言うんか、そういう場合は。全身通っとるやろ背骨じゃないだろう。全身骨だろう。なんという業界では言うんでしょうかね。はい。まあ、比較的、少ないと言われるマムシでも200個近い背骨というものがあるんだそうです。でも、まあ、背骨という言い方も当たらんでもないですね。うん、というのは、背中の方にあるから背骨です。うん、だから、腹部と背部という言い方しますから。そうか、そうか、そういう意味では、はいはい、背骨。太陽の方向いてるのが背です。はい、で、じゃあ、お腹の方には肋骨がこう、つながってるわけなんですけど、その肋骨が足の代わりをしていて、くねくねした動きで移動。肋骨でくねくねしてるわけですね。はい、肋骨で歩いてんのか。ね。で、蛇の鱗。はい。要は、梅津和夫さんの蛇女なんか、鱗が。そうそうそう。とか言って言いますけど、うん、あれって鱗って言いますが、うん、実は魚の鱗とはちょっと違っていて、一、うん、枚の皮膚のひだで、ひだひだでできて、一枚の皮膚なんですって。あ、そうなんだ。だから、うん、脱皮すると、バラバラじゃなくて、ビロロロロンって一枚の皮になるんですね。うん、で、蛇の種類によって脱皮って、違うんですけど、年に2、3回周期的に行われるそうです。うん、はい。脱皮する場所は水たまりの周りが多くて、うん、岩などに擦りつけて1時間ほどで終わると。うん、脱皮するときって擦りつけてるんだね。うん、人間もこういう脱皮してたら面白いやろな。そろそろあの人脱皮する時期やって水辺の方に寄ってたね。ビロロロン言うてね。はい。ブーっと脱いでいくわけや。そう。だけどもう何やら夏の課長の脱皮はいらんけど、あそこの OL の受付のこの脱皮したやつちょっと欲しいなあ、うん、いう、ね、はい、人の脱皮、ね、他の人の脱皮のやつこうやって着てみたら、ね、えらいサイズに違いがあるなそりゃそうや、はい、小田さんの脱皮のやつは脱皮これあかんわこれやわ、ね、なんで私が出てくるんだ、脱皮フェチいう人がいるかもわからん。ほいで。あの子の脱皮って。ね。スマップの脱皮、この間手に入れたやん。脱皮。はい。そんな話でもう時間ですけど終わっていいですか？ああ、まあ、大事なところ。大事なところ、あとどこまで行こう。あ、もう一つ、こう、はい、鱗まで来たん、はい。あんただから最初耳抜かしとんねやで、ほんとは。耳昨日やったもん。んと？はい、はい。耳やりましたっけ？昨日やりましたよ。まあいいです。はいはい。ほんで、次は。蛇のエッチ。エッチ。はい。どんなもんでしょうか。ヘビは愛という形をしてますが、エッチもするんですね。何うまいことそんなこと言って。すいませんでした。ちょっと綺麗すぎましたね、この下ネタは。はい、あ、違う、うちのスタッフ、U にもなります。S にも、O にもなるよ。移動するときは S。O にもなるよ。O にもなる。はい。そんな話終わっていいですか？いけません。はい。いけません。ヘビがパートナーを見つけるのは基本的に年に1回程度です。あっさりしてますね。はい、オスはでもちょっと今僕あっさりしますねって言ったら、いやうちもそうやでってリスナーさんうちもそうやでって言う人いるのか、蛇並み、はい、オスが嗅覚を利用して匂いをもとに相手を探す、うん、嗅覚匂いだからさっきのヤコブソン、はい、舌ちょろちょろペロ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 、あれ相手探しとるのかペロ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 
かにやらしいな。やらしいでしょ。確かにやらしい、ね。やらしい。あなた今やらしい気分になってるのか。はい。で、頭を見つけたら、頭から。はい。頭から入って体を絡ませ合う。ほう。はい。頭から突っ込んでいくわけですね。どこに？体絡ませるわけです。絡ませるわけ。絡ませる。失礼いたしました。で、はい、2匹で、はい、1本の綱のように絡み合ったら交尾体制完了。はい、はい。費やす時間丸1日以上、うん。あっさりしてないよ。だから小坂さん。はい。ここを称して蛇というのはなかなか勢力があるというけど、うんうん、1年に1回でしょ、うん、これをね、365で割って、うん、さらに24、そう、365で、1日分にして、はいはい、1日分にしてみたらですね、うんうん、大したことないです。でも丸1日以上ですよ、1回は。はい。24時間。365で割ったらいいんですよ。うん、ね。でも何分ぐらい計算せんでもいい。大したことない。そうすると、あ、うち勝った負けたい人いますよ。絡み合ったまんまですよ、はい。長い時間絡み合ってるそうですよ。バリエーションがないいうことですね。ちなみに、一匹で、縄のように言うところで、なんかこう、思い出すその、ものないですか？ああ、段を二六。縄のようにぐっと絡まる。縄そう、縄。縄、はい。お正月に飾る締め縄は、はい、この蛇の交尾を模して作られたという説もあります。エッチなものを正月早々飾っとんねね、日本人は。玄関バーン飾ってありますけどね。はい、蛇の生命力を崇めてということらしいですね。お正月の数に鏡餅も蛇がとぐろを巻いた姿を模していると説があって、はい、鏡餅ってどこが鏡やのと思うでしょ、鏡って。あれは蛇がカカって呼ばれてて、カカの実。うんで、鏡っていうことらしいですよ。そういうことか。お正月のね、あった飾りにも意外に、その、蛇年に限らず、蛇のね、うん、治りがある。なるほどね。はい。はい